エルスが277日連続で無得点試合なし大谷翔平投手の所属しているエンゼルスが現在メジャー最長の277日連続で完封負けを喫していないという隠れた好記録を継続している米データ分析会社コーディファイ・ベースボールが最後に完封負けしてからの日数として各チームの数値を紹介エンゼルスの277が最長だった エンゼルスが最後に完封負けした試合は敵地で行われた2022年8月21日日本時間22日のタイガース戦でその後無得点で終わった試合はないこの隠れたデータを知ったファンは想像以上だった地味にすごいなど驚きの声を上げたさらにエンゼルスのオフェンスを舐めちゃいけない一番長い間完封されてないエンゼルスさん投手陣頑張ってくれなど投手陣の背中を押す声も続出していた 大谷翔平に質問はお一人様一つまでの不分立一郎とも松井秀喜とも違う番記者への千本ノックとは偽札で新人記者にドッキリ米大リーグエンゼルスの大谷翔平の試合後の囲み取材で記者間には今期からある不分立ができたそれは質問は一人一つまで 試合前の準備から試合後のケアに至るまで多くのルーティンがある二刀流をこなす大谷翔平に対し取材時間が10分ほどしかないために生まれた制約のようだが記者にしてみれば突っ込んで話を聞けないジレンマを抱えることになった5月5日のレンジャーズ戦後のことだった大谷翔平はロッカールームで新人記者に対し帯付きの100万円の札束を模したメモ帳を送るドッキリを仕掛けたおめでとうございます この日が取材初日で、試合前には緊張しながら名刺を手渡した同記者。困惑する様子を横目に、大谷翔平は本物だと思いましたかと、いたずらっぽく言ったと言いこれが大谷翔平流の歓迎の儀式。MLB 担当記者はメディア対応の日常を証言する。大谷翔平は、ツンデレなところはあるが、聞いたことには、真摯に答えてくれる。 ただ、一人一問だけとなると、自分の原稿に必要な言葉を、一つだけの質問で引き出さないといけない。大谷翔平の取材には、気難しい選手とは、また違った緊張感がある。大谷翔平は、投手で出場した試合は、取材対応を欠かさない。しかし、たとえ一試合に本塁打を放っても、チームが敗れるなどすれば、打撃面での活躍だけで、取材に応じないことは珍しくない。 プレイスタイルの二刀流に対しメディア対応は一人分のスタンスなのだ。オフに帰国する日本での取材対応は2020年までは自身が指定した日にインタビュー申請した社を一箇所に集め一日で一気にさばいてきた。オフでも分刻みの綿密なトレーニングメニューを組む大谷翔平ならではの時短のアイデアのようだ。 しかし、この対応も、9勝46本類だと、二刀流で歴史的なシーズンを送り、MVP に輝いた21年を境に立ち消えになった。同年は MVP 受賞が濃厚ということで、発表前に日本記者クラブでの会見が実現したからだ。この会見が、例年の個別対応に置き換えられた。各社、オフの取材は、正月紙面を飾るための貴重な機会だった。 去年に至っては MVP の望みが薄いということで帰国時に空港で対応しただけだった。大谷翔平はオフにメディアへの露出が少ないため肉声は減ってしまうかと思った。同記者。WBC での露出急増でファンを虜に。それがワールドベースボールクラシック WBC ではメディアへの露出が急激に増えた。 大会前のメンバー発表の際には、日本代表の栗山秀樹監督と同席し、記者会見に応じたり、大活躍した大会中も、その都度ヒーローインタビューに登場したりと、エンゼルスでのレギュラーシーズン中は、米国からなかなか届かなかった人間、大谷翔平の思いが随所に聞かれた。ベースボールマシンとは違った大谷翔平の一面は、ファンを一層、虜にした。 前出の MLB 担当記者は WBC が特別だったと強調した上でこう語る。メジャーのシーズン中も WBC のような大谷翔平取材ができればいいのだが、取材者として質問は一人一つという縛りをポジティブに捉えると、大谷翔平のプレーをよく観察し、質問は厳選することになる。取材に緊張感があったという点では、一郎と同じで結果として記者のスキルは大谷翔平に磨かれる。 その一郎は前世紀のマリナーズ時代メディアにも強いプロ意識を求めた。的をいない質問はもちろん野球への知識を欠いた質問には容赦しなかった問いかけを無視することもあった。記者は逃げ出したくなるほどピリピリした雰囲気があった。当然、いつしか一郎の取材は馴染みの記者による代表質問の形式を取るようになった。一郎と対照的に応用だった松井秀樹。 一方で同時期、ヤンキースでプレーしていた松井秀喜は、巨人時代から遠征先で、担当記者と食事に出かけるなど、メディアとの距離が近いスター選手だった。渡米後も共に、草野球に興じるなど、応用なキャラクターは、一郎とは対照的だった。一郎はそういう松井に対し、記者を鍛えていないと、批判的だったこともあった。ただ、どちらも独自の心情や価値観をもとに、メディアに対応していた。どちらが正しかったとは言い切れない。 一郎はメディア対応にすら妥協を許さなかったからこそ、日本選手初のメジャー3000安打の金字塔を打ち立てられたのかもしれない。松井はその包容力で記者をも包み込んだからこそ、メディアが辛辣なニューヨークという大都市で長く、主力であり続けたのかもしれない。ひるがえって大谷翔平のメディア対応は、両者のそれとは一線を画している。 今オフ、エンゼルスと契約延長するにせよ、フリーエージェント FA になり、他球団と契約するにせよ、大谷翔平の次期契約は、メジャー史上最大規模になる見込みだ。名実ともに、メジャーの顔になり、これまで以上に、一挙手一投足が注目されるに違いない。仮に注目度や記者の数が、エンゼルスとは比較にならないメッツやヤンキース、ドジャースなどに移籍した場合、今のような10分ほどのメディア対応で済まされるかどうか。 ただ、そういう注目球団に移籍したとしても、大谷翔平が、チャネっけたっぷりに記者を手玉に取っている姿だけは、容易に想像できる。デイリー新潮編集部。大谷翔平が、小顔でビビる、台湾チアと並んで際立ったスタイルの良さに反響。10頭進化楽天ガールズ公式インスタグラムが公開した写真が話題。 米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は24日、日本時間25日、本拠地レッドソックス戦で4試合ぶりの12号ソロを含む4打数1安打1打点の活躍を見せた。7対3で勝利したチームの4連勝に貢献した一方、 台湾デーとして行われた試合で、楽天モンキーズのチアチーム、楽天ガールズの7人との交流も話題に、同チアチームが公式インスタグラムに舞台裏で撮影した大谷翔平と並んだ記念写真を公開すると、ネット上で日本のファンから10頭進化どの美女よりも小顔でビビるなど驚きの声が上がっている。193センチの大谷翔平のスタイルの良さに、改めてため息が漏れてしまうような一枚だ。 エンゼルスの A のロゴが入ったタイトなシャツと白のショートパンツ姿の華やかな楽天ガールズ7人と並び中央に立つ大谷翔平楽天ガールズが公式インスタグラムに記念撮影の写真を投稿するとさりげなく膝を曲げているスーパースターの姿も話題となっているがネット上では日本のファンから大谷翔平のスタイルの良さを指摘するコメントが多く上がっている大谷翔平さんが一番小顔 8頭身どころか10頭身くらいかも。ガンさ。どの美女よりも小顔でビビる。大谷翔平顔小さすぎえろ。大谷さん顔小さすぎない。この身長差なのに一番顔が小さく見える。大谷翔平さんすごいな。10頭身かカメラから見て中央に立つ大谷翔平が一番奥に位置している中で顔の小ささが改めて注目されていた。 台湾メディアも報じるなど大きな話題となった大谷翔平と楽天ガールズの対面。試合でも見送ればボールという高めの一球を打ち返す豪快な12号ソロでアジアを代表するスーパースターとしてまばゆい輝きを放っていた。